すいません、なんか痛い。いいよ、大丈夫よ。本当に痛い。うわ、恥ずかしいけど痛い、痛い、痛い。痛い。痛い。うわ、痛い、ギャー。そこすごい。ここなんですよ。なんなんでしょう、痛い。お仕事、座り仕事、立ち仕事両方なんですけど。あ、だったらね、この辺がよく疲れる。痛い、痛い、痛い、痛い。いやいや、全然いいよ。謝らなくていいから。痛いです。あ、なんかでも最初よりちょっとすぐだ。なんかすっきりしてきたでしょ。すっきりしてきました。うん、触っていきますが、はい、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れや肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまいやすいんですね。あ、そうなんですね。うん、なのでちょっとしっかり緩めていきます。で、はい、私がわざわざ説明したってことは、はい、そう、痛いんです。でしょうね。頑張ってくださいね。もうなんか足が楽です。足楽でしょ。はい、ここね、今はね、はい、足曲げますよ、こうしますよ、ここ、はい、うー、ここ、おー、痛い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 、骨がなんか痛い。大丈夫？大丈夫です。動く？動きます。生きてます。生きてます。うわ、痛いが、痛い、これ、これ、これ、痛い、うわ、痛い、よいしょ、痛い、怖い、が凝るなんか発想がなかったです。なかったですか。痛い。こいつがね、肩こりとか肩甲骨のこりとかにも上がっていくんですよ。へー。痛っ。痛っ。痛っ。いや、痛っ。なんか来た。なんか来た。なんか来たね。なんか降臨が。降臨？降臨？降臨した。してますからね。今まで重いと思ったことなかったんです。でも軽くなったでしょ。はい。うわー、痛い。うわ。いやー。いやー。いやー。うわ、痛い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 。痛い、痛い。うー。うー、痛い、痛い。もう寝てるだけなのね。